はい、どうも大木の器チャンネルです。大木の器チャンネルです。どうも。いやすいません、2日連続すいません、このバックでございます。すいません、今日は掃除をしておりまして、最後年内追い込みのですね、まあ、最後のこう片押しじゃないんですか。そして明日から、あの信楽焼卸売さんに、卸売さん専用の見本市の準備、そして掃除というのが流れていっても、怒涛の年末です。29日と30日には、夜6時頃から深夜12時までの、消防団の年末夜勤もありがたいね、2日も出席させていただきます。ありがたいですね。もうね、皆さんのために、はい、夜回らせていただきますよ。ね、一日にしてほしいな。はい、そんなことは言ってません。誰も言ってませんよ、そんなこと。ね、というわけで、はい、なんですか、今日はですね、これといって、ずっとですね、バタバタと、品物を作るために押したり、商品を押すために機械ロクロ押したりですね、掃除とかもね、してましたので、何も動画撮ってないなと思ったので、皆さんに僕のがですね、送る年賀状がどんなものかということをですね、今日お伝えしようと。あ、どうでもいい、ね、もうね、早く終わります。はい、これです。ドン、公開しました。今年は犬年、金が新年。今からですね、皆さん、これですね、はい、こちら、はい、会社です。会社の、はい、会社の住所です。これね、福田大輝。はい、どうですか。今年うちの犬も、今年うちね、16年飼ってたね、犬、柴犬のハチっていう犬がいたんですけどね、今年の7月、天に召されました。はい、もうね、悲しかったですね。はい、でもね、そんなハチの犬年でございます。はい、これをですね、私のつながりのある人、毎年30人前後だと、出させていただいてるんですけども、この年賀状を今日この、映像は撮り終わった後、そしてブログが書き終わった後に全部住所を書いていきたいと思います。はい、今年は何ですか。1月7日から7日以降に出したらね、このハガキの値段上がるそうですから、これビシッとビシッと年内にね、今日ビシッとここに住所を書いて、年内に、まあ、年々もちろんそうですよね、明日かぐらいには投函をしてやろうかなと思っていますんでね、皆さん。というわけです。はい、今日もあまりにも大木の器チャンネルおよびブログネタがございませんでしたので、年賀状を書くぞということをお伝えして終了したいと思います。それでは皆さん、そして友達、知り合いの皆様、はい、毎年送ってる皆様、はい、年賀状を楽しみにしててください。これがいきます。はい、ここで出して意味があるのか、まあ、大丈夫でしょう。誰も見てないでしょう。はい、それでは皆さん、さいなら。年末もあと今日を含めて、今日入れないで4日ですか、頑張っていきましょう。もう早速疲れてきました。さいなら。